シャス7日です。今回はねこちらエペックスレジェンズやっていきたいと思うんですけれども、今回ランクですよ。そう、僕はついにね野良でダイヤ3になったというわけで、そうなんですよ。で今回はちょっとシンプルに野良でやるんだったらどうやったらレベルというかランクが上がりやすいのかっていうのをちょっとシンプルにねお伝えしていこうかなと思います。大事なこと3つぐらいにね絞ってね紹介したいと思います。で、まずはこれね結構大事なところで、僕が思った終盤で変わるなと思ったところが、まずはサーバーですね。サーバーが僕オレゴンだったらねすごく上がりやすいなということをすごく感じました。まあこれはなぜかっていうと、サーバーがオレゴンっていうのは、まあ日本のサーバーとオレゴンサーバーっていうのは決定的に違う部分がねあるんですけど、まあそれはラグですね。オレゴンサーバーの方が基本的にラグいと言われていて、まあ何かっていうと打った球が反映されるのが少しずれるとか、そういうところですかね。まあ一番わかりやすいのはアイテムのドロップした時にこれいらないってポイってするとワンテンポ遅れて球とかそういういらないものが排出されるっていうのが非常にわかりやすいところだったりするんですけど、まあそれ以外にもね、まあそれはそういうねデメリットの部分なんだけど、でもメリットの部分がねすごく大きいので、ここが僕はオレゴンの良かったところなんですけど、日本のサーバーより野良が多いってところなんですよ。でこれはねApex 野良で重要な部分なんですよ。日本の東京サーバーっていうのは他のねサーバー、オレゴンのサーバーより比べてパーティー率が非常に高いっていうところがちょっと特徴なんですね。なんでパーティーが多いとどうなってしまうかっていうとね、野良が例えば一人ちょっと離れたはぐれたような野良をまあこう倒して、そこでちょっとキルポ稼いで、そこからきっかけ作って敵のパーティーを倒すっていう、そのきっかけ作りがね東京サーバーパーティーが多いんで、一人いたらあと二人どこかにすぐ近くにいるっていうことが多いんですよ。なので戦闘でたとえその一人を倒したとしても二人目からまたズシーンと来るわけですよ。で基本的に野良でやってると一人倒してそっちにね駆けつけて来る味方っていうのはあんまり多くはないので、どうしてもそこはね野良の伝達の制限があるので、あーってなんか味方戦ってんなどうしようかなみたいな、そういう間があるんですよ。でその間がねどうしてもパーティーの人と野良の人と、野良パーティーっていうか野良の分隊とパーティー分隊とので速度が全然違かったりするんですよね。なのでリカバリー速度が東京サーバーは比較的速いので、どうしてもね戦いづらいっていう雰囲気があるなっていうところがちょっとあれなんですけどね。でもう一つ野良でねやる上で重要なのはこのブラハですね。ブラハを使うこと、これ結構大事ですね。そうなんですよ。味方がね詰めてる時とか、あ味方がもう倒しそうだなって時にスキャンを一回かけるとアシストがつくってところはまあ皆さん知ってると思うんだけど、これのタイミングをもうねもう見極めるだけで自分はアシストもりもりつけられちゃうっていうところなんですけどね。まあ僕の場合は基本的になんかいそうだなっていう時に第一発見としてまずスキャンを使って、で最後の味方がもう倒しそうだなって思う時にもう一回スキャンかけるって感じなんですけど、まあ、常にブラハの人はねそういう風にスキャンをこうしまくることによってアシストが稼ぎやすくなるっていうのはね、これは野良でかなりポイント高いですね。まあクリプトも同じようなこと言えるんだけれども、クリプトよりブラハの方が結構ねタイミングがつかみやすいかなというところですかね。はい。で基本的にね野良でやってると味方2人が強いっていうね場面があるんですよ。もう弱いっていう場合はもうそれはちょっとどうしようもないんだけど、強い味方のそのタイミングを逃さない。そうですね、僕が前々から動画で言ってるこの三角形で距離、適切なこの距離ですね、この距離感をずっと保つことによってもう野良っていうのは劇的に上がるんですよね。はい、それは前の動画でも言った通りなんですけど、で一番ね実はApexポイント盛りやすいなーっていう時期がありまして、まさに今なんですよ。実は今この時期のプレイヤーっていうのはガチ勢はみんなカジュアルに行って、でランクを上げたい人っていうのが基本的にねいなくなる、そういう時期に入ってくるんですよ。なのでこの1週間前でグググッと伸ばす、そういうねやり方もありかなと思います。僕もね1日で1000ポイントぐらいね漏れるとかもザラなので、はい、この期間にちょっと盛るために
まあプラチナぐらいまでやっといて、ちょっとね、スプリット変わりそうだなって時に1週間でグーッと上げるっていうのもね、手かもしれません。だから最初からランクハイ始まりましたよーいどんでやってると、結構みんなね、それぞれ上げたい人たち、パーティーたちが結構ね意識高くやってるので、その意識がちょっと緊張が揺らいだこのね、変わり目の1週間ぐらい狙うと非常にね上げやすいです。で、最近でもこのね、野良で上げづらいなって思うことが結構増えたんですよ。まあこれは金券にだから、まあしょうがないよねっていう風に皆さんね、言ってる方もいると思うんだけど、基本的にね、変わった部分が実はあるんですよ、今回のスプリット。何が変わったかっていうと、クロスプレイが皆さんね追加されたっていうのはもうご存知じゃないですか。でもクロスプレイって言ったってね、プレステ版と PC 版が組んだら PC 様に飛ぶんでしょっていう、そういう話なんだけど、そうなんですよ、野良が PC サバに行ってしまうってことなんですね。今まで野良だった人たち、組めなかった人たちが PC サバにいて、より野良が減ったってことなんですよ、要はこれって。まあどういうことかっていうと、クロスプレイでいろんな、例えば Xbox、PC 版の人たちと組むことができるようになりましたよね。これって簡単に言うと、パーティーが増えたってことなんですよ。で、野良が減ったっていうことも言える、そういう状態になってるんですね、今のこの段階は。なので皆さんが、あれ、なんか野良できついなって思うのはそういうことなんですよ。クロスプレイが始まって野良がよりまた減ってしまったってところがあれなんですよ、今回のまあランクきついなっていう話の、まあちょっとした原因ですね。だからちょっと金キャニーを、僕もこの前の前ぐらいのね、エッジの前ぐらいにやってた金キャニーと比べて、明らかに難しいなって思うことがあったんだけど、それはね、クロスプレイが始まってからっていうところがちょっとね、より強い、なんでしょうね、そういうところが出てるかなと思います。それはもうどこのサーバーもほぼ同じ、オレゴンだろうが東京だろうが、どこのサーバーも基本的にね。だから逆に言っちゃうと、今まで野良だった人たちがどこにじゃあ行ったのかって言ったら、もう第一に PC サーバーの方が人が潤沢に増えてるわけですよ。なので家庭用版の野良が減って PC 版のパーティーが増えたって形かな、言ったら。そんな形で人口的には PC サーバーが増えたっていう、その人口問題っていうのはね、解消されたのかもしれませんね。だから思ってる以上に、僕らが思ってる以上に野良は減ってるんだなっていうのを肌で感じますね。はい、そんな感じですよ、最近の Apex は。なので次のシーズンから Apex っていうのはね、クラウンを導入するわけじゃないですか。で、クラウンをなんで導入したんだろうなって僕ちょっと考えてたんだけど、まあ今こういう風にね、野良が厳しい状況になってるから、早めに先手を打ってきたっていうのと、あとプレイステーションが10月14日にやった本体アップデートで、コミュニティっていうものが今まであったんですけど、そのコミュニティから のパーティー作成ができなくなったんですよ。もうこれは仕様ですね。で、そのコミュニティ作成で、僕も参加型とかやってた時にそれをよく使ってたんですけど、その参加型をしようとする、パーティーを組もうとしたら何が必要かっていうと、フレンド登録が必須になったっていうところがちょっと変わってるところかな。フレンド登録をした人だけはグループに誘えるんですよ。で、そのグループで誘ったらいいんだけど、結局それって、じゃあコミュニティの別にフレンド登録いらずでできるあのシステムってもうないものとなってるわけなんですよね。なので野良の人は、まあサーバーはオレゴンにして、でそれで一人でやるか、またはクラン制をね導入されるので、そのクランに入ってやるかが一番最善の方法になるのかもしれませんね。あと開催期間ですね、ランク上げるんだったらちょっとね終わりかけを狙って上げてみるとね、案外上がりやすいです。普段の 2,3 倍以上上がりやすくなるので、基本的にここを狙っていくと野良の人たちはね、いいですよ。一応ここら辺でね、はい、終わっときたいと思いますけど、皆さんぜひともね、この話参考になったら、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。